ゼベル地方ですか？ゼベル地方ってどこ？ここからずーっと南。大陸の外れだな。ずっと南？違う。ずーっと。そんな遠いの？まあ辺境だからな。左遷ですね。まあそうだな。昼寝ばかりしてるからですよ。たまには息抜きも必要だよ。たまに仕事じゃないですか、隊長の場合。うまいこと言うな。もう結構です。ねえ隊長、左遷なんてやだよ。誰かに代わってもらおうよ。変わるって左遷を？うん、誰か適当に見つけてさ。あ、それいいね。でしょ？バカなこと言わないでください。そんなことできるわけないじゃないですか。ダメなの？ダメに決まってるでしょ。というわけで明日は早いからな。今日はゆっくり休め。あ、はい。セリア、どうしたの急に。すまない。少し気を落ち着けたかったんだ。気を？いや、違うな。グローがいることを確かめたかったんだ。何言ってるんだよ。僕はここにいるじゃないか。グローがいなくなるような、私の手の届かないところに行ってしまうような気が。セリア、大丈夫だよ。僕は死なない。リュシスと一緒なんだから。そうだな。私の考えすぎだな。それより心配なのはセリアの方だよ。あ、ヒューイの話か。それこそ無用の心配だ。確かにいい策だ。だが邪神軍に奴ほど切れる人間がいるとは思えない。そうだね。悪かったな、急に呼び出したりして。それよりセリア。これそれは手出して。本当はボルボレードを落としてから渡そうと思ってたんだけど。いいのか？本当に私で。グロー、僕はセリアに嘘はつかない。必ず帰ってくる。せっかく婚約してもらえたんだから。じゃあ行きますか。左遷だ。いい加減諦めろよ。ヒューイ様、気をつけてくださいね。ああ、シルエラもな。はい。そうだセリア、心配するな。任務をおろそかにするほどうぬぼれてはいない。大丈夫です。私がついてますから。というわけだ。シルエラの方がお前よりよほど役に立つ。そうか。おい、行くぞ。ハンナ、行くよ。ヒュイ。ん？お前こそ気をつけろ。敵は常に外にいるとは限らない。何が言いたいんだ？ゼベルの守備隊長はソミアだ。お前でも名前くらいは知っているだろう。なるほど。忠告は感謝するよ。礼には及ばん。借りを返したまでだ。貸しなんかあったっけ？昨日の軍議、あれで張りが出たことは確かだからな。ありがたく返してもらうよ。ほら、行くぞ。新西暦358年6月、執行部により総統の流作戦と名付けられた大規模軍事活動が発動。三軍に編成された第1から第6西部隊は各々の任務に従い各方面に散っていった。そんな中、軍議の席で執行部を批判したためにただ一つ辺境へと向かう部隊があった。やっとですね。結構かかったな。ゼベルまで2週間なら上出来だと思いますわ。悪くはないか。何かご不満が？隊長。なんだ？やっぱり帰ろうよ。こんなとこやだよ。ちょっとハンナ、何にもないんだよ。劇場も闘技場もなんにもないんだよ。仕方ないでしょ、辺境なんだから。こんなとこ面白くないよ。ねえ隊長、帰ろう。ねね。そうだな隊長。ん？お願いですから悩まないでください。隊長、行きますよ。ソミア・アルスタだな。はあ、悪かったね。出迎えもなしで。まさか本当に来るとは思わなかったからさ。どういう意味でしょうか。考えてもみなよ。お偉い聖騎士様がまさかこんな辺境まで来るなんてさ、おかしな話だろう。左遷だかんね。まあ歓迎はするよ。噂も聞いてるしさ。噂って何？ヒルワンドン、給料泥棒、無駄飯ぐらいにインジェラのチブ。他にもいろいろあるけどどうする？もう結構です。そう、でもまああんたとならうまくやってけそうだよ。あんたはどちらかといえばあたいに近い人間だと思うしね。そいつはどうも。じゃああたいはこれでね。まあ今日はゆっくりしときなよ。あ、ソミア様。あん？お戻りになる前にいろいろと引き継ぎをお願いしたいのですが。引き継ぎ？はい。取り急ぎは巡回の経路および時刻、それとこの辺りの地図と拠点図などをいただきたいのですが。地図ね。そんなもんあったかな。そんなものって、あのさ、多分その辺に埋まってると思うからさ、欲しけりゃ自分で探してよ。巡回の方は夜にでも決めたらいいだろうね、聖騎士様。そうだな、少し休みたいし。隊長ってわけだからこれでね。あと部屋は好きなとこ使ったらいいよ。あたいらは別館に移るからさ。なんか結構いい人みたいだね。そうだな。虫は嫌いです。なんで？引き継ぎぐらいちゃんとしてほしいでしょ。マリアって真面目だね。真面目じゃない、これが普通なの。それに変な噂もあるしね。噂？殺人狂。そうなの？噂は噂だろ。でも本当？隊長、だからあんまり気にするな。分かった。それより寝るか。好きな部屋使ったらいいよ。どうせ余るだろうし。やったー、じゃあ早いもん勝ちだね。アリアは行かないのか？やることがありますから。やること？実を探さないといけないでしょ。そんなの後にしたら。今いるんです。わかった。ほどほどにな。ねえよ。フィオン、寝てたの？悪いね。なんか用か？まあ用事ってほどでもないんだけど、歓迎の宴ってもう用意させてもらったからさ、よかったら降りといでよ。そいつはどうも。ついでにいろいろと決めることもあるしね。じゃあうちの隊が午前中、あんたらの隊が午後から巡回に出るってことでいいね。そうだな。で夜景は1日交代で各隊が行うってことで決まり。任せるよ。あとはと。なんだよ、不満そうな顔してさ。食事しながら決めることではないと思いますが。堅苦しい子だね。とてもあんたの部下とは思えないよ。配属されて間がないですから。あっそう。まあちょっとは息抜きなよ、そっちの子みたいにさ。え、なんか言った？なんでもないよ。それより酒は？いいの？ハンナ、あんた未成年でしょうが。我慢しな。代わりに面白い話をしてやるからさ。なに出るんだよ、この基地。お化けが。アリア、どうかしたのか？いえ、なんでもありません。毎夜毎晩、兵糧庫の中に青白い光が現れるんだよ。うそ。本当さ。それでね、消えてくんだよ、南の森へ。森に？ああ、それでね、その森に昔何があったかっていうと、バカしい。そうかい？隊長、これで失礼します。これ以上無駄な時間を取りたくありませんので。ああ。ほんと面白みがないね。あんたも苦労してるんだろ。まあ。ねえ、それで森に何があったの？は、忘れるところだったよ。その昔ね、あの森には城があったのさ。それがある時族に囲まれてね。もうこんな時間か。そろそろお開きにしようか。そうだな。今日は楽しかったよ。そうかい。まあ今夜はゆっくり休みなよ。片付けはうちのにやらしとくからさ。悪いな。ねえねえ隊長。ん？幽霊見に行こうよ。そうだな。暇つぶしくらいにはなるか。ソミヤ、その幽霊が出るのはいつだ？あと一刻くらいだよ。じゃあそれくらいの時間になったら俺の部屋に来い。あ、分かった。あとアリアも誘ってこいな。うん。じゃあこれで。ああ、ゆっくり休みな。空いてるよ。失礼します。あれ、アンナはどうした？隊長、お話があるのですが。話？幽霊見物のことです。隊長は何をお考えになってそんなことをなさるのですか？何って、アンナが行きたいって。そんなことでわざわざ深夜に出かけることなどないと思いますが、そもそもそのように甘やかしていたら今後も。そう堅苦しく考えるなよ。考えます。明日からは任務が始まるんですよ。ただでさえ長旅で疲れてるのにそんな無駄なことを。無駄なあ。意もしないものを見に行くなんて無駄以外の何でしょうか。アリアは嘘だと思ってるのか？あ、当たり前じゃないですか。幽霊なんているわけないじゃないですか。ほう。それにハンナから話は聞きましたけど、たかだか城が落ちたくらいで幽霊なんて出るわけないじゃないですか。ことで出るんだったらそこら中に。あ、アリアの後ろに壁がある。隊長、やっぱり怖いんだろう。怖くなんてありません。じゃあなんで俺にしがみついてんの？しました。怖いんなら怖いって言えばいいじゃないか。怖くなんかありませんってば。じゃあいいじゃないか、ちょっとくらい。それに幽霊なんていやしないよ。そうですよね。城が落ちたくらいで出られた日にゃこのご時世に。おお、光が。まあ世の中には俺たちには計り知れないこともあるってことで。おいアリア、おい。気がついたか？隊長、ここはお前の部屋だよ。結構重かったんだからな。別にいいよ。じゃあな。あの隊長。なんだ？私どうしたらいいんでしょうか。何を？怖いんです、幽霊が。いいじゃないか、一つくらい苦手なものがあった方が人間らしいよ。本当にダメなんです。私任務なんて、夜景なんてできません。私分かったよ。隊長？要はその幽霊を退治したらいいんだろ。でも隊長、危険です。幽霊退治なんて初めてだけど、なんとかなるでしょう。ですが、お前がこうして塞ぎ込んでるよりマシだよ。ありがとうございます。アリア。はい。トイレは一人で行けよ。本当に行くんですか？ああ。別に今日じゃなくても。何事も早い方がいい。ねえ、早く行こうよ、幽霊退治。ハンナは元気だね。だって面白そうじゃん、幽霊退治なんてさ。それに成功したら私たち英雄だよ、英雄。別に英雄になんてダメだよ、アリア。英雄になったら左遷じゃなくなるんだから。そうだよね、隊長。ああ、どうやって煽ったかわかりました。士気を高めたと言ってほしいな、士気を。私は下がりっぱなしですわ。じゃあいいもの見せてやろうか、昼間。あ、隊長。出たな。隊長、早く追いかけようよ。行くぞ、アリア。はあ。どっち行った？ね、隊長、見失ったのなら戻った方が。また明日にでも。見つけた、あっちだよ、隊長。よし、追うぞ。ってそれどころじゃないな。モンスターの団体さんだ。囲まれたかな。だから私はやめた方がいいって言ったじゃないですか。泣くな。呪いだわ。幽霊が自分の住処を守るためにモンスターを。私たちここで死んでしまうのよ。アリア、うるさい。来るよ。いや、死にたくない。行くぞ。行くよ。行くぞ。おう。行くよ。行くぞ。おう。ハンナ、行きまーす。はい。行くよ。行くぞ。おう。行くよ。行くぞ。おう。行くよ。行くぞ。おう。行くよ。行くぞ。よし、片付いたな。